種まきジャーナル今日の特集です。今週は東日本大震災の被災地から毎日報告を中継でお届けいたします。昨日に続いて渡沙子記者です。渡さん、はい、こんばんは。こんばんは、お願いします。よろしくお願いします。はい、今日は宮城県の山本町に来ています。はい、山本町は宮城県の一番南の福島県に接している町です。太平洋に面してまして、海岸線からずっと平野が広がっていて、うん、台地があって、で西側に、ま、山があるというところで、はい、いちご農家とリンゴの農家が多いという。いちごとリンゴが有名なんですね。そうですね、人口は1万5000人にも満たないという、ま、小さな町なんですけれども、はい、今回の津波で人口の 4% にあたる640人が亡くなったと。はい、人口あたりの死者の数というのは宮城県の中で女川町に次いで2番目という、あの非常に大きな被害を受けた町です。はい、こういう小さな町が今回の震災でどんな大変さを抱えることになったのか、今日はお伝えしたいと思います。はい、今あの被災地の自治体では復興計画の策定が進んでいます。まあ、あの高台移転をするとかですね、あの町をどうしていくかという青写真のようなものなんですが、山本町もこの復興計画案を作って、各地区ごとに住民の意見を聞く説明会を今開いています。はい、で先週土曜日にですね、私取材をさせていただいたんですが、この開催された場所というのが山本町ではなくて、ずいぶん離れた名取市という仙台空港のある町なんですけれども、それってもう車でも2時間ぐらいかかるんじゃないですか。あ、2時間はかからないですけれども、まあそうですね、1時間以上はかかりますかね。そんな離れたところでわざわざなんでやるんですか。これはあの町の外に避難した人を対象にしているんですね。うん、つまり山本町を離れてしまった人のために、だからこの名取市とか岩沼市とかいう市があるんですけれども、うん、そのあたりに避難をされている方が多いんですね。でそういう方たちを対象にした説明会ということで、はい、140人が参加しました。で、あの取材はですね、私だけで、まあ、なんというか独占取材のような形だったんですけれども、小さな町のことなかなか取材に行かないんですね、マスコミね。そうですね、あの、まあ、意外だったんですけれども、で、まあ、あの実にいろんな意見が出まして、復興の青写真を作るというのは本当に難しいなということを感じました。まずあの会場に入ってみますと、いろんなところで久しぶりとか、今どこに住んでるの、仙台にいるよとか岩沼にいるよとか、そういう会話がこう飛び交ってるんですね。あの皆さん山本町を離れてそうやって暮らされてるんだなと思いましたし、それからあの市から配られた、町から配られた資料をですね、あの食い入るように見つめている人たちが結構いらっしゃるんですね。で、まあ、例えば、あ、仮設住宅はやっぱり2年3ヶ月が期限なのかとか、まあ、そんな話をですね、しておられるのが、まあ、やっぱり切実な生活の問題がいろいろあるんだなということを感じさせました。はい、で会が始まりまして、まずあの町長がですね、話したことで驚いたことが2つあったんですけれども、1つはこの地区は、まあ避難指示が山本町にですね、避難指示が出ている地域があって、9月1日に一部ようやく解除できたんだけれども、まだ解除できてないところがありますと、来月にはなんとか解除できるようにしたいと思ってるんですが、みたいな説明があったんですね。避難指示がまだ出ている。そうなんです。あの避難指示と聞いて、やっぱり私はあの台風12号を思い出したんですけれども、うん、まあ、あの行政が避難指示をもっと早く出せなかったのかとか、まあ、先週そういうお話を種まきジャーナルでもしましたけれども、その避難指示というものがこの半年間ずっと出ているという、あ、そんな町なのかということを全然知らなかったんですね。
で、まあ、これはの堤防が壊れて危険だからということで、まあ、立ち入るには町の許可を得てくださいというようなそういう状態で、お家の片付けをされる方も町の許可を得て立ち入って、片付けをすると、そんなような状態なんですね。それからもう一つ、まあ驚いたのは、やっぱりこの震災の後に山本町から外に出た人が非常に多いということです、はい、で1400人が住民票を他の自治体に移したということで、まあ、住民票を移さずに移って他の地域に行ってる人を含めるとどれだけの数になるんだろうかというふうに思いました、はい。で復興計画のですね、概要が、まあ、説明をされまして、まあ、これは津波で被災した市街地を沿岸部でなく、もっと西の方に持っていくという、まあ、いわゆる高台移転、山の方ですね、高台に移転しようという話ですね。はい、ええ、それとか、まあ、JR の駅が町に2つあるんですけれども、はい、その駅を1キロぐらい山の方に動かしましょうと、沿岸部は危ないということで、つまり今のまでの JR の駅はもう津波で壊滅状態になったから、また同じところだとまた被害に遭うかもしれない、もっと山の方に移しましょうっていう話ですか。はい、そうですね、安全な街を作るという意味なんですけれども、はい、まあ沿岸部に防潮堤、防潮林を作るとか、防災緑地ゾーンを設けて、でそこにレジャー施設とか震災の記憶を伝えるモニュメントを作るとか、まあ、そんなような案なんですね。で、それでですね、町民の皆さんの意見を聞きますと言いますと、まあ、本当次々と手が上がりまして、どの方のお話を聞いても、まあ、なるほどと思うようなことが多かったんですね。で、まずは津波で家が全壊して、今は仙台でアパート暮らしをしていますという70歳の男性の声をお聞きください。町として何年くらいかかればこれが実現するかと、私も年取っていますので20年かかる30年かかるというのも本気にできない部分があります、正直な話で。それでこれだけの構想をやるということであれば、ぜひ地元の雇用を確保するような、長らくこの山本に住み続ける若い人が定住できるような措置をまず一つ課題にして検討していただきたいなと思っています。確かにおっしゃる通りかもねって思いますね。そうですね、はい、この方後でお話ししましたら、参加してる人見たらみんな年いってるでしょっていうようなことをおっしゃってたんですけれども、やっぱり自分たちの年齢でこの街づくりというものにどこまで参加できるのかというような思いであるとか、あと、まあ、若い方たちがですね、通勤ができないということでどんどん山本町を離れていく、それをなんとかできないかと、地元で雇用をもっと生み出せないのか、こういういろんな施設を作るのであれば、ぜひともその地元の若い人を雇用してほしいという声でした。はい、それからですね、町の復興の青写真もいいんだけれども、震災でこれだけ多くの死亡者を出した反省をまずしてほしいというような声もありましたので、はい、お聞きください。山本町はですね、600何十名の方が亡くなりましたですね。この防災無線システム、もし津波でですね、破壊されれば、それは一切機能を果たさないわけですね。例えば、防災無線を10メーターぐらいのね、基礎に上げて建てるとか、今後復興されても、いちごとかそういう観光で人を呼ぶとしても、山本町に行っても何かあったら怖いから行かないと。そういうことでなくて、いざとなれば逃げられるんだと、安全な場所があるんだと、そういうことをね、訴えることが非常に大切だと思うんです。これまたなるほどと思いますな。